日本のサラウンドクリエイター。3D ミュージック制作スタジオスタジオサスラブを主催。5.1CH サラウンドを主軸に、サウンドプロデューサー、サウンドデザイナー、ミキシングエンジニア、トラックメーカー、DJ として活動している。2016年は、2020年、東京オリンピックパラリンピック会場の一つである。 有明パナソニックセンター東京にて特別展示会、ザワールドオブスポーツオリンピックの音響監督、サウンドプロデュースを担当。最先端の音響空間を構築し、第35回ディスプレイ産業大賞2016を受賞する。2017年は、未来型花火エンターテインメント、スターアイランド東京大馬海品公園にて、 スピーカー300台を超えるサウンドミックスで生まれる花火と音楽がシンクロされ日本を代表する伝統文化花火の花火 3D サウンドショーパフォーマンスの融合は見る者に未体験の感動を与えた経済産業賞クールジャパンマッチングアワード2017審査員特別賞を受賞同年サンシャインシティのサウンドデザインサウンドプロデュース ベビールーム内にて、オリジナル BGM と超音波を含むサウンドでの音響空間を監修。2017年度キッズデザイン賞、子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門、受賞する。空間を音で操る、3D サウンド、3D ミュージックという言葉を定着させたパイオニア。高校卒業後はオーストラリアに2年間、語学留学している。英語力は、 一般留学生の人並み以下だと本人は語っている。また、アメリカ放浪中にアトランタにてアウトキャストのプロデューサーに出会い音楽のあり方について感化される。帰国後は神戸にあるクラブでイベントオーガナイザーをしていた。24歳から東京に上京するまでの間に700人を収容可能な神戸最大のクラブをプロデュースしており、音楽活動と 並行して、イベントオーガナイザーや、ツアーマネージメントなどの経歴を持つ。状況後は、5.1CH サラウンドに、洗練しており、バイトで貯めた金をすべて音楽機材に費やす、いわゆるオタクの日々を過ごす。当時、音楽において、サラウンドにこだわる姿勢は、サブカル的なマニアックな世界と言われていた。後に、ギぎガイステージにて行われた。 エリア5.1という自主開催したイベントにより、クリエイターから口コミで噂されるようになる。2010年には、クリエイター100選にも選ばれ、以降の制作活動において注目されている。また、彼の広範囲な活動内容の総称として、3D サ,サウンドデザイナーという言葉が持ち入れられ、世間に紹介されている。ステレオの楽曲制作や、 音源提供などのリクエストにも応えている。独自の六角形のスタジオ設計により、サラウンドサウンドの適正モニタリングとして評価が高い。映画、アバターの制作などで有名なウェタデジタルのチームなども、セトの音源を聴きにスタジオを訪れている。 2002年、2004年、2005年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、マセラティ、ナイト、サウンドデザイン DJ プレイ2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。